大阪市立天馬中学校は、大阪府大阪市北区上山町にある公立、中学校。都心部のドーナツ化現象と少子化による生徒数現象に伴い、大阪市立、寒南中学校、大阪市立大木町中学校の2中学校を統合して1995年に開校した。また、前新校の大阪市立、寒南中学校の時代から、夜間学級を設置し、 義務教育を受ける機会に恵まれなかった学齢教科者への教育を行っている。本校では全進校の遠隔についても述べる。1947年4月の学生改革の際、北区で唯一の中学校として大阪市立北第一中学校が創立した。創立当初は北区全域を校区としていたが、翌1948年に、 大阪市立北第二中学校を分離した。北第一中学校は創立当初、戦災で廃校となった、関南小学校の跡地に立地し、1949年には大阪市立関南中学校と改称した。その後1968年に北区上山町に移転している。関南中学校には1970年に夜間学級が設置されている。一方で、 大阪市立大木町中学校は1949年4月、大阪市立北第三中学校として創立し、同年10月に大木町中学校に改称している。1950年には大木町高等女学校の旧式地に移転した。しかし都心部のドーナツ化により、1981年に大阪市学校適正配置審議会が、 北区の三中学校の生徒現象を踏まえ、学校規模的成果が望ましいという答申を出した。1990年代になり、関南、大木町の二校統合の統合構想が具体化した。1994年3月23日に、関南中学校、大木町中学校の統合についての基本合意が成立し、二校の対等統合で中学校を新設することが決定した。 1994年12月には新設校の公明と校区が決定し、1995年4月1日付で大阪市立天間中学校として開校した。天間中学校は大阪市立観覧中学校の校地を継承した上で校舎を新設することとした。開校当初は旧大木町中学校校舎を仮校舎として使用し、 新校舎が完成した1997年により、現在地での教育活動を開始した。なお旧大木町中学校敷地は、中学校の南隣にあった北野病院の建て替えに伴う敷地として提供され、現在は北野病院となっている。建て替え前の旧北野病院敷地は、大阪市と北野病院が土地を交換する形で、大阪市の私有地となり、 二小学校統合で新設された大阪市立大木町小学校の敷地となった旧大木町中学校跡。ありがとうございます。